コンスタンティノス・ゴ世、コプロニュモスは、東ローマ帝国、イサウリア王朝の第二代皇帝。同王朝初代皇帝、レオーン三世の子。ハザール出身の父着を皇后としている。741年、当レオーン三世の死により即位する。しかし即位の翌年、義理の兄弟であったアルタバストスに反乱を起こされて、一時行為を追われてしまった。 しかし皇帝として即位したアルタバストスはアイコン、擁護政策を採用したため、小アジアの国民の支持を得ることができず、小アジアの手間の支持を受けたコンスタンティノスはとえ、進軍してアルタバストスを破り、翌743年に皇帝に復位した。コンスタンティノスは軍事に優れた手腕を発揮し、ウマイア朝の衰退に乗じて、北、シリアまで兵を進め、また、 アルメニアやメソポタミアでも対象して国境を東へ押し戻し東方で主導権を握ることに成功した。さらに帝国北西部でたびたび国境を犯していたブルガリアに9度も申請を行い多くの勝利を収めた。ただし東方やブルガリアに集中せざるを得なかったため751年北イタリアにおける最後の帝国領ラベンナを ランゴバルド族に占領された。これによって、ユスティニアヌス一世以来の東ローマ帝国によるイタリア中北部における支配は終わり、ローマ教皇庁は帝国から離反、自立を図るようになってしまった。内政においては、父ミカドの始めた製造破壊運動を一層推し進め、反対派の聖職者などを非常に厳しく弾圧、処刑した。このため、後に、 聖職者たちにより、コプロニュモスという非常に不名誉なあだ名をつけられることになった。これは、もともと彼が幼児洗礼を受けた際に、大便を漏らして、洗礼板を汚してしまったことによる。それでも、数々の戦勝により、同時代の民衆や軍からは、軍神のごとく、称えられていたという。また、皇帝直属の中央軍を編成したのも、彼の功績である。 七百七十五年、ブルガリア遠征中に沈没し、このため、ブルガリア問題を最終的に解決することは、できなかったが、ブルガリアを疲弊させることには成功した。八百十一年に、ニケフォロス一世がブルガリアとの戦いで死亡した際、敗北の知らせを聞いた首都の住民がかつて、ブルガリアとの戦いに勝利した、コンスタンティノス五世の墓に詰め寄り、どうか生き返って、 国家の危機を救ってほしいと懇願したという、ありがとうございます。